チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。申し訳です。はい、KOZ こと、コズです。今回は、こちらじゃじゃん。はい、ナルトから、サスケですね。はい、サスケの、ネンドロイド、こちらはね、日本では未発売の商品になりますね。はい、海外限定品ですね。まあ、ここにね、シールが貼ってあります。はい、海外限定ということでね、英語がスラッと、いや、いいね。で、ナルトもいるんですけど、今回はね、買ってないです。はい、まあ、そのうち、買って紹介したいと思います。今回はね、サスケということでね、いやー、こうね、すっげえかっこいいよね。いやー、じゃあね、もう早速ね、私ね、ネンドロイド初なんですよ。実はネンドロイドを買ったのが初めてなんですね。ということで初の、購入品で開封品。はい、すごいね、ここのライバル系アクションフィギュア、だいたいここなんかはね書かれるらしいですよね。他のネンドロイドどももね、ネンドロイドどもっつってたけど、ネンドロイドもね、なんとか系アクションフィギュアってね、サスケの場合はここのライバル系フィギュアですね。うん、まあ、ここのライバルだからね、ウチハのね、模様も入ってます。はい、まあ、顔パーツとかね、いろいろあったり、なんでネンドロイドを買ったかっていうとね、いろいろね、ネンドロイドってパーツをね入れ替えたりできるらしいんですよ、ネンドロイド同士で。なのでね、結構コレクション性が高い、フィギュアみたいなんで、それをね、別の人の動画を見てほしくなりましたね。はい、ということでね、エンドロイドを買ってみました。はい、まあ、これはね、ちょっとまあ海外のフィギュア限定ということでちょっとお高かったですね。はい、うん、まあ、とりあえず早速ね、開封して中身を見てみましょう。はい、ということでね、一応ブリスターの状態まで持ってきました。はい、まあ、本体に、これは千鳥のあれかな、パーツかな。はい、でこれがスサノオのあれかな、うん、でこれが万華鏡シャリンガーだっけ。で、刀に、デパーツで台座。はい、っていう感じですね。で説明書はね、はい、一応なんかこう、まあ海外製だからかわかんないけど英語が載ってるんですよね。これ他のもそうなのかわかんないけど、まあ、一応ね日本語の説明は逆に裏面に、書かれてますね。どっちが裏か表かは知りませんけどね。はい、まあ、とりあえずね、一回ちょっと出してね、実物をねちょっといろいろ触って確かめたいと思います。はあ、すいませんね。一応ねなんかこれ見て、俺スサノオのね、この背景がねえじゃんって思って探したんですけど、どうやらね、この中出し、中出しじゃない、中出しがね、裏側にこう入ってましたね。はい、いや、びっくりした。なんか欠品かと思っちゃったよ。うん、まあ、こういう感じで入ってるんですね。他のもそうなのかな。はい、はい、一応パーツ出してみました。で、本体これ、いやー、すっごい出来いいね。いやー、これネンドロイド俺なんで今まで、避けてはないけど、
通り過ぎてたんだろうなって思うぐらい。いや、いいね。なんか可愛いよね。うん、可愛い、かっこいいっつうのかな。いや、これは素晴らしい。いいね。ということでね、とりあえずちょっと顔パーツを取り替えたいと思うんですけど、まずね、顔パーツはここの前髪を外す。はい。はい。で、で、これを抜いて、これをつける。よし。で、前髪を戻す。はい、これで、これなんだ、万華鏡、リンネじゃないよね、万華鏡だよね、万華鏡。うん、いや、いいね、すっごいいいね、かっこいいわ。可愛かったものがかっこよくなるっていうね。やっぱサスケはいいね、かっこいいわ。はい。で、ちょ、腕もげた。あ、腕もげた。とりあえずね、他に、こういうね、腕パーツがあるんですけども、これもね、こう付け替えて、はい、こんな感じでね。で、本体に戻す。うん、こういう感じでね、パーツの付け替えが結構楽ちんでね、なんだろう、ポンポン変えられるんですよね。うん、外しやすいしね。で、ね、パーツ、あった、これだ。この、ちっこいパーツを、これ、あれ、これは、このパーツに差し替える。はい。で、この刀をこう持たせる。いいね。こういうね、遊び心満載のフィギュアですね。ほんとね。いや、いいわ。で、あ、そういうことね。千鳥はどうやって出すのかなと思ったら、千鳥のパーツはそのまんまはめ込むみたいですね、ここの手に。はい、これでいいみたいです。このまま持たしてたら なんかあれですけどね、うん、ちょっとこの季節ね、ちょっとアイス持ってる感じになっちゃってるけど、なるほど、いいね。じゃあちょっとね、パーツをどんどん取っ替えて、元に戻すか。これはとりあえず、元に戻して、うん、
ちなみにね、足のパーツもあるんですね。こう外して下半身をね、こう外してで、こうね折りたたまれた足パーツがあるんで、それをですね、こう外してステップなサスケが、面白いこう、あれ取れた、ここが干渉しちゃってんだな。これを飛んだ。すげえ不器用ですわ。私すごい不器用です。あれ、つかん。こんな感じかな。ちょっと女の子っぽくなっちゃった。スキップしてるサスケになっちゃった。いや、これはこれで可愛いけどね、まあそういうね、まあ遊び心もね満載でね、まあ、ちょっと元に戻してちょっと自分が飾りたいポーズにしてみますね。はい、はい、ということでね、どうです。はい、もうスサノオ発動バージョンにしましたけどね、間違えましたね。こっちが万華鏡シャリンガンでしたね。こっちは普通のシャリンガンでしたね、いやーかっこいいわ。まあね、これで、でこれが、スサノオのシートですね。これを、こちらの中に、ぶっ刺すっていうか入れるっていうね、こういう感じかな、こういう感じで、でこう立たすと。はい、じゃあね、ちょっと細部にわたって、見渡してみましょう。はい、ということでね、こんな感じで、出来上がりましたね。はい、いやーいいね。いやほんとね、出来がいいよね。素晴らしいフィギュアがあると。まあね、これ
ナルト以外にもね、他にも欲しいネンドロイドがあるんで、そちらもね、ちょっと購入予定です。まあ、近々ね、アップしようかと思ってます。まあね、このねナルトだと、まあ、自然と次はね、ナルトになると思いますけどね。これカカシっているかな。カカシもいたら欲しいんだよな。でもカカシ一応調べたけどない気がするんだよな。出てないのかな、これからなのかわかんないけど。はい、ということで、今回は超かっこかわいい、サスケ、ネンドロイド、初のネンドロイドですね、を開封してみました。これからもね、ちょっとネンドロイド系、コレクションしていきたいと思います。はい、なのでね、これを見てね、気に入っていただけましたら、チャンネル登録して、お待ちいただければ、これからどんどんね、アップしていきたいと思います。ということで、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。